どうも、イブでございます。ポートレート歴が4年の僕がこれからポートレートを始めたいという方へおすすめするレンズを僕の作例を見せつつ紹介していきたいと思います。これからお伝えすることは全てが全て正しいというわけではございません。一意見として捉えていただければ幸いです。今回の動画は割と初心者向けの動画になるんじゃないかなと思います。カメラを買った時についてきたレンズしか持ってないとか、単焦点レンズを別で1本持ってるけどこれからはポートレートを撮ることを意識してもう1本追加して購入したいという方向けの動画になります。めちゃめちゃ細かいところまでお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。早速なんですが、今回僕がおすすめするレンズはこちらになります。 EF85mmF1.8USM でございます。フルサイズのレンズですね。このレンズは僕がポートレートを本格的に始めようと思った当初買ったやつですね。性能のお話に入る前にまずお値段を伝えたいと思います。カメラを知らない方からしたらレンズってこんな高いのって驚かれる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。僕も最初はそうでした。中古のレンズでも数万円するのが当たり前です。ですが今回お伝えするこのレンズはとてもお買い得なレンズでございます。まあ高いけどね、言うても高いけどね。では一体このレンズがいくらなのか、動画制作時点でのお値段がこちらになります。全国どこにでもありそうなお店で調べてみました。基本的には中古で買うことをおすすめします。めちゃめちゃ安くなるので。カメラの北村だと中古で3万2000円から3万8000円くらいですね。新品だとキャノン公式だと7万ぐらい。僕はこれを買った時は3万5000円ぐらいで買ったと記憶しております。カメラの北村ですね。新宿西口方面にあるカメラの北村で買った記憶があります。中古のレンズを買う時は必ずお店で買うことをおすすめします。絶対にと言いませんが、個人の方から買うことはおすすめしません。例えばフリマアプリとかオークションサイトとかね、おすすめはしません。やはりレンズにも寿命が来たりするので、そもそもこのレンズっていうのはとても古いレンズなので、買った時にはもうすでにほぼほぼ寿命が来てる状態だったりとかっていうものを買ってしまっても取り返しがつかなくなることがあると思うので、お店で買ったものに関してはお店の方がメンテナンスとかお手入れをしてくださってたり、保証がねある程度効いたりすると思うので、お店で買うことをおすすめします。それでは性能面について触れたいと思います。今回ポートレートを撮ることを踏まえて僕は 85mm のレンズを紹介したんですが、焦点距離は人それぞれあると思います。背景を入れてダイナミックに撮りたいという方は 16mm とか 24mm を使っている方もいらっしゃいますし、日常のワンシーンを切り取るようなポートレートを撮りたいという方は 50mm だったり 35mm だったりを使っています。僕の動画に以前出てくれたこちらの方も 35mm、50mm あたりを使ってましたね。そして背景をガンガンぼかして撮りたいという方は 85mm だったり 100mm、135mm というちょっと望遠寄りのレンズを使ったりします。人によって作風は様々あるのがカメラの面白いところでもあります。僕は割と背景をガンガンぼかした写真が好きなので、この 85mm を選んだというのもあります。背景をぼかす条件は4つかな、僕が知ってる上では4つ存在します。まず1つ目はカメラマンと被写体の距離ですね。被写体とカメラマンの距離が近ければ近いほど背景がぼけやすくなります。次に被写体と背景の距離ですね。被写体と背景の距離が遠ければぼけやすくなります。ここからはスペックに関わってきます。3つ目は F 値ですね。F 値が低ければ低いほど背景をぼかすことが可能です。レンズによって一番低い F 値、開放 F 値とも言いますが、その数値は様々です。今回紹介しているレンズは F1.8 と結構低い方の部類だと思います。これまでズームレンズしか使ったことがないという方が今回紹介しているこのレンズを使うとすごい背景がぼけてびっくりすると思います。
ある程度適当に撮ってても被写体にさえピントが合っていれば圧倒的な写真が撮れると思うので、上達したんじゃないかと勘違いしてしまうほどだと思います。レンズによって開放 F 値は様々とお伝えしましたが、 F1.8 以下だと F1.4 や 1.2 とか、もっといくと 0.95 などありますが、それらはもう高級なレンズの部類になってしまいます。これは3万円台なんですが、10万円とか20万円とかそれ以上のレンズもありますので、本当にこのレンズは F1.8 の中でもお買い得です。 F1.8 でも10万円いくレンズはとても多くあります。話を戻しますが、ボケる条件4つ目は焦点距離です。焦点距離というのは分かりやすく言うと、どれだけズームしているかの数値です。まあ分かりますよね。数値が高ければ高いほどよりズームしているということになります。そしてレンズにはズームしていればしているほど背景がボケやすくなるという性質があります。今お近くにカメラがあればぜひ試していただきたいんですが、 F 値をまず 5.6 や 6.3 に設定します。そしてレンズを一番広く撮れる状態、まあ広角端といいますが、その状態にしてください。そして何か撮りたいものを画面いっぱいになるぐらいの距離で撮ります。次に F 値はそのままの数値で、レンズを一番望遠の状態、テレタンといいます、その状態にしてください。先ほど撮ったお写真と同じ大きさで物が収まるぐらい離れて撮ってみてください。正しく撮れていれば、おそらくズームした状態の方が背景がボケてると思います。 F 値は一緒のはずなのに、実際にやってみていただけたからわかると思うんですが、レンズをズームした状態の方がより背景がボケます。これは俗に言う圧縮効果によるものです。本格的にポートレートをやっていきたいという方は、とりあえず頭の片隅に入れておくといいと思います。圧縮効果というわけで、 85mm というのはある程度ズームがされている状態の焦点距離なんですね。俗に言う中望遠なんて言ったりしますが、 85mm はある程度ズームがされているということは多少ボケやすい焦点距離であるということになります。じゃあ 100mm とか 135mm の方がいいんじゃないのと思った方中にはいらっしゃると思いますが、そういったレンズっていうのは一気に値段が跳ね上がってしまいます。さらに F2 とか 2.8 とか、この F1.8 のレンズより少し F 値が高いものが主流になってきます。少し暗めのレンズになってしまうんですね。どういうことかっていうと、 F 値には背景のボケ量をコントロールする以外にも明るさをコントロールできる数値になります。 F 値が低ければ低いほど明るく撮れる、要するに暗いところでも明るく撮れてしまうんですね。明るく撮れることによって ISO 感度を無理に上げなくてもいいというメリットがあるので、 F 値が低ければ低いほどメリットは大きい。背景もボケるし明るくも撮れる、最高ですね。次のおすすめする項目はサイズ、重量です。何気に重要というか、いや何気にじゃないですね、かなり重要です。モチベーションにつながってきます。カメラ機材というものは重いものが大半です。レンズだったりボディだったりもそうだし、ストロボとか三脚、ライトスタンド、様々あります。撮影によっては今言ったいろんな機材を持ってきますし、これからポートレートをやっていくと場合によっては複数のレンズだったり複数のボディを持っていくなんていうこともあるかもしれません。ただでさえ重いカメラとかレンズをたくさん持っていくってなるとかなり億劫になってしまいます。それどころか持っていきたいものが多すぎて
あと一つこれも持ってきたいっていうものがカバンに入りきらないなんてこともあります。レンズの焦点距離が遠ければ遠いほど、 F 値が低ければ低いほどレンズっていうのは大きくなっていきます。カメラをよりやっていけばわかると思うんですが、軽いは正義です、本当に。それではそろそろ終盤に差し掛かってきましたが、次にお話しすることはこのレンズの使用感についてです。主に性能面のお話になるかなと思います。写真の仕上がりに大きく関わる話ですので、ぜひ最後までお聞きください。このレンズ、先ほどまですごい褒めてきましたが、ここからは弱点に関するお話が多いです。専門的なお話になるので用語についての解説は控えますが、フリンジやフレア、ゴーストがかなり出ます。そして逆光になると色のりが極端に落ちるかなといった印象です。一気にコントラストが下がります。レタッチしたんじゃないかって思うぐらいコントラストが落ちますね。逆にそれが古いレンズのいいところ、味だったりするので、人によって捉え方は様々あると思います。僕は割と海外のフォトグラファーがやるようなコントラストがっつり、色がっつりの濃いめの写真が好きなので、逆光の撮影でコントラストが落ちるのはちょっとなぁと思うんですが、まあそこはフォトショなりライトルームなりでカバーをしております。あとボケ感についてですね、僕のイメージだと、そこまでうるさい感じはないかなと思います。このレンズはすごいボケもまろやかで、すごい柔らかい写真が撮れるということでも有名ですね。僕も実際にそういう印象がありました。ただボケがすごい柔らかくていい反面、解像感というのが結構苦手なところがあります。開放 F 値でピントがバッチリ合っていても解像感がそこまで保たれてなくて、若干ボケたというか滲んだというか、髪の毛一本一本までしっかりはっきり見えるということはあまりないかもしれません。ないことはないんですけど、おそらくイメージしているほどの解像感は保たれてないかもしれません。人によってそこも感じ方様々だとは思いますが、まあ、僕にとっては必要最低限な解像感は保たれているかなというような印象です。ですが大きくプリントしたりとか大きいモニターに映し出すとかではない限り、そこまで気にする必要はないかなと思います。今時であればデータを SNS で使うことが多いと思うんですが、 SNS であればそこまで写真を大きく表示することもないので、まあ気にならないですね。気にしたことないです。はい、というわけでこれからポートレートを始めたいという方におすすめできるレンズ EF85mmF1.8USM の紹介でございました。背景をガンガンぼかしたいという方におすすめです。冒頭でお伝えした通りなんですが、僕が言ったこと全てが正しいというわけではありません。人によって捉え方が様々ある世界ですので、この動画はレンズ購入のきっかけや皆様の背中を押す動画になれればなと思います。さあ果たしてどうかな。実際にこの動画を見てこのレンズを買ったという方がいればね、ぜひ教えていただきたいです、コメントで。はい、モチベーションにもつながりますのでね。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。